オンチップバイオテクノロジーズは世界に先駆けマイクロ粒子チップを用いた簡易型操作のフローサイトメーターシステムフィッシュマン R を国産技術で開発。2012年6月、ソーティング機能を有するオンチップソートを発売。オンチップソートはフローサイトメトリーの新たなる利用研究領域の展開に貢献できる装置として我々は確信しています。オンチップソート、ソーティング装置について紹介していきましょう。オンチップソートはマイクロ粒子チップを用いたフローサイトメトリー装置です。装置はアナライザーユニット、ソーティングユニット、装置制御および解析用コンピューターにより構成されます。装置は安全キャビネット内に設置可能です。独立した交換型マイクロ粒子チップでの粒子構成のため、感染性資料の解析・分種において従来の装置のような有機溶剤での固定なしに生きたままの状態で教師できます。装置本体は P2 安全キャビネット内の殺菌用紫外線照射にも耐えられるよう塗装を施しています。次に光学系について紹介していきましょう。解析・分種はメインユニットにマイクロ粒子チップをセットすることで行われます。セットしたマイクロ粒子チップに各種レーザーを照射します。レーザー光はマイクロ粒子内を流れる粒子に照射され、散乱光は前方散乱光、側方散乱光を検出します。側方散乱光はチップエッジに構成する検出領域よりガイドワイヤーで検出器に送られます。マイクロ粒子チップによる側方散乱光検出システム、スラーメソッドを開発し特許を取得しました。本装置開発により今までのマイクロ粒子チップでは不可能であった側方散乱光を効率的に計測することが可能となりました。一方、レーザー光で冷却された蛍光は各分光フィルターを介して指定波長領域の検出器に送られます。あらかじめ細胞膜表面抗体、細胞核を蛍光物質で標識した資料を用います。チップホルダー内にマイクロ粒子チップをセットした後に、チーズ液をチップ手前の小さい円筒の周りの円筒に充填します。さらに治療溶液をチップ手前の小さい円筒に充填し、上蓋を閉めます。準備ができたチップホルダーを装置にセットします。セットしたチップの粒子内への各溶液が自動的に送液され、計測・分種が開始されます。この操作はコンピューター上でソーティング条件を設定することで規定されます。それぞれの溶液は上部の空気圧でマイクロ粒子に流れ込みます。マイクロ粒子内の試料溶液は両サイドから流れ込むシース液により絞られ、一細胞ずつ粒子内に流れ込み、レーザー照射位置を次々と通過していきます。分子用ターゲット細胞が照射されるレーザーで認識されると、分子粒子内の溶液が瞬間的に分子リザーバー方向に移動し、ターゲット細胞を回収します。マイクロ粒子チップのフローサイトメトリーはこのような有用性を示すことができます。解析・分種するためのリン酸干渉液への置き換えが不要、閉鎖系解析および細胞分種が可能。弊社独自のソーティングシステムの採用によりダメージレスソーティングが可能。メンテナンスフリー、小型化、低価格を実現。適用領域は次の項目が挙げられます。感染性資料の生体状態での解析・分種、無菌的な細胞分種を必要とする領域、物理的刺激に弱い細胞分種。オンチップバイオテクノロジーズは今までにない新たなる技術を施行し、新たなる研究ツールとして皆様のご研究のお役に立つものを提供することが我々の使命と考えています。